第4章がんを発病し安い現代日本人の精神構造私は外科医であり心理学者ではないのでがんで亡くなった患者の心理分析はあまり経験がありませんまた私自身の経験からがん患者さんの性格を思い返してみてもルシャン博士が指摘するような性格に全部の患者さんが当てはまるかどうかは疑問な点もあります しかしながらよく考えてみると現代の日本人の精神構造は大きな意味でルシャン博士の指摘する眼性格に似ています今の日本人は経済発展の恩恵に預かりすぎ非常に贅沢でかつひ弱になっていますこのためしっかりとした自己主張ができない人が非常に多いのが目立ちます国のレベルでも憲法の規定で軍隊を持てないため 外国に対してはっきりと自己主張をできず、ちょっとした大臣の発言を外国に非難されると、慌ててその大臣を辞めさせるなど、どう見ても一人前の主権国家とは言えないようなありさまです。現代の日本人は人生に対して何の目標も持たない人が非常に多いということはよく指摘されています。子供の頃から 偏差値教育に放り込まれ型にはまったカリキュラムで教育されて成長し成人すれば生活が安定するからとか外文が良いから等の理由で一流大学に入学したり一流企業に就職したりして会社の社長や医者や弁護士や大学教授になるのが理想であるかのような人生観しか持てず自分が何をしたいかもよく分からず漫然と仕事をして定年を迎えるのが 今の日本人の一般像ではないでしょうか心がときめくような人生の目標や強烈な信仰また身を焦がすような野望や欲望もあまりなくただなんとなく周囲の状況に流されて生きている人がほとんどですこのような精神構造はルシャン博士の指摘する癌にかかり安い性格に似ており現代の日本で がのの死亡率が1位になっていいるのも頷けるもけと思います戦後の民主的教育のせいで天皇制国家神道も共産主義もキリスト教も仏教も一様に輝きを失い今の日本人は何らの精神的な支柱を持たない人が圧倒的に多いのです日本人の精神的な脆弱さをよく表しているのが日本人の宗教的な無知と無節操です 正月は神社へ初詣に行き、死んだらお寺でお葬式をし、またクリスマスになればそれを盛大に祝うなど全く一貫性が見られません。外人から見れば随分奇妙な風習を持つ民族であると思われても仕方のないところです。要するに今の日本人には人生の座標軸を決めるような定まった思想が。 全くないい人が多いのですこのため簡単に共産主義者になったり逆に簡単に天皇共産主義思想を捨てることしたりまたオウム真理教などに洗脳されてしまうのです宗教的勧誘や洗脳に弱い人が多く共産主義の本質は形を近代的に変えたキリスト教でありオウム真理教は 昔からよくある秘密仏教、密教の一種であることを知る人はわずかです。医療現場でよく遭遇するがん告知の場合も、日本人の精神的な弱さというか、信念のなさがいつも感じられます。がんであることを患者本人に告知したくても、家族がその前に迷ってしまい、本人の意向はそっちのけで。 絶対に本人に言ってくれるなという場合がかなり見受けられます要するに怖いことや危ないことは少しでも避けて通りたい自分が責任を取りたくない臭いものには蓋をしたいといった心理がまず働いてがんの告知から逃げ回っているのですそしてがんを告知されていない患者の病状が悪くなり精神的に参ってきて どうして治らないのかというような訴えを起こし精神不穏状態になると家族は何とかしてくれと医師に責任を押し付けひどい人になると医師の対応が悪いなどと言い出す始末ですこれは今の日本人に人生哲学が全く確立されていない根無し草のような人間が多いからだと私は思いますこのような傾向は一般の人に限らず 社会の指導者層と言われる政治家大学教授などの教育者会社の管理職宗教家などを含めて当てはまることです特に医学関係の教授や学者は現代医学は偉大な科学的成果であり現代医学が発達すればどんな病気でも克服できると単純に考えている楽観的唯物論者がほとんどで哲学的なし 宗教的な信念を持っている人はわずかです。ガルト教団によりマインドコントロールされた被害者のカウンセリングを行っているフランス人カウンセラーイのパスカル・ジビー氏は日本人には欧米流のやり方では通用しないことが多いと次のように述べています。朝日新聞の記事ですが引用してみます。ガルト教団の矛盾点を告げ あなたはどう思いますかと聞いても答えがない。どう生きたいのか、私とは何かということを考えさせて自分を取り戻させようとしても大半の人がもともと私を持っていないようだった。幼い頃から自分を持つ教育を受けていないから簡単に入信し脱会した後も何を目的に生きればいいのかわからないとジビーさん。 脱会した人や家族に向けたメールで私を見つけるカウンセリングに重点を置いているこのような日米の精神構造の違いがアメリカでは自己主張の強い人がかかり安い心臓疾患の死因が1位を占め日本のようにがんが1位にならない理由であると考えられますこの点から言えることはしっかりした人生観が確立していること 哲学的に言うと自我が確立されていることががんのような病気にかかりにくい精神と肉体を形成するということですですからがんにかかった人はまず人生とは何かという大問題を正面からよく考えることが必要であると思いますそして精神療法を始めるにあたって 自分なりの人生に対する正しい人生観を確立することが大切です。